私はフィリピン、日本ジャーナルのジャーナリストのものです。一つはナオさん、土倉山さんに質問ですね。どのように、ボクシングに対する情熱というもの、それがですね、映画にどのように反映されていると思われますか。そしてこの、映画から私たちが見て得るものというか、持ち帰れるそこの、なんて言うんでしょうね、ポイントというのはどんなことかと思われますか。そして証言さんへの質問ですね。面倒さ監督がですね、証言さんがこうモチベーションを維持して、ナオさんという役をですね、演じる上でのこう、そうですね、気持ちの面でもどのようにこう役柄を投影するかということで、こうアドバイスというか、どういったことを監督は導いてくださったんでしょうか。ボクシングに向けたのファッションってことですよね、要は。そうですね、僕は本当単純で、ただ本当人生は熱く生きたいっていうだけなんで、それがボクシングであって、本当ボクシングにかけて熱く生きたかったっていう道のりで、フィリピンでボクシングすることを選びました。だから本当に自分がどう生きたいかっていうことだけが自分の本当情熱ですね。で、この映画を見て、そうですね、そうやって熱く生きることも悪くないかなっていうのを少しでも感じてもらえたらいいかなと思いました。Yes, actually, I would say my sort of motto for life is quite simple. You really give all to your life. So boxing is something that was there, and I could really, all dedicate all my passion. And I chose the Philippines in order to pursue my dream. So it's all about how you want to live your life. And having seen this film, yeah, it's not bad to be passionate and, and enthusiastic about your life or anything. It's not a bad thing to give all what you've got. ですね、メンドーサ監督はもうその撮影のもう何ヶ月、半年前ぐらいから何度かに分けて僕をフィリピンに招いてくれてですね。で、最初にやったのが、お互いのことを話し合うっていう。で、彼も普段は人にシェアしてないことを僕がシェアしてくれて、で、僕からもどういう人生を歩んできたかっていうことを、お互い共有して信頼関係を築きたいってことを最初にしてくれました。で、今回その僕のそのいろいろなおとなお人生と重なるところを彼が今回その物語に紡いでいったんですね。だから本当にやっぱりそういう意味でその信頼関係をまず築けたってことがやっぱり一番素晴らしかったと思いますし、僕もだからメドサ監督は台本がないことで有名なんですけど、だから台本なくてその場でいろいろ言われても、僕はもうその、メドサ監督を信じても、本当にその瞬間を生きるだけだったので、素晴らしい体験をさせていただきました。はい、女優さんお二人にもお聞きしたいんですが、その台本なし、その事前に渡される台本なしっていうのを、メドサスタイルという有名ですけれども、はい、やっぱりそのような中で、役を作ってたってことですか。同じですか。セリフは当日もうそのシーンを撮る直前にノートをビリッと破ったのにちょこっと書いてありますね。で、このようなことを言えばいい、このようなシーンだっていうのは来るんですね。でももう一つもっと驚いたのが、いつスタートするかわからないんです。とにかく監督ずっと回してますね。だからどういうことを求めているか、ずっとその役でいること、素に戻ったりその役に入ったりっていうそういうものを求めていなくて、本当に衣装を着てその現場にいれば いる状態からもうその役の人生が始まっているという感覚だったと思います。だからいろんな監督と現場ご一緒してきましたけれども、もう聞き死に勝るこの面倒さ組、映画見ていただけたら分かると思うんですけど、そのセリフすらそのこうその場、そしてボクシングシーンですらその手を考えずに
もう本当にその場の勝負に、その人の感覚、その準備してきたもの、それを全て出せっていうことだと思うので、恐ろしい現場なんですけれども、こちらもとてもなんていうのか、こうお芝居って本来こう、映画って本来こういう取り組み方だったということを思い出させてくれるというか、お芝居にこうスイッチも何も線引きもない、その役を生きることがやっぱり全てだっていうことを本当に体を持ってこう教えてくれる現場だったので、本当に素晴らしい監督だし、こうやって私も関われたこと本当に幸せに思っています。北野さん、最初の映画出演の遠藤監督って相当すごいです。本当ですね。もうなんかイメージ的にはこうセリフ、台本を覚えて映画に挑むっていうのが私のイメージだったんですけど、本当先ほど南さんがおっしゃった通りで、本当その場で紙を渡されてその演技をするんですけど、監督もそうなんですけど、一緒にいたチームもその場でカメラの撮るんですね、撮影をするんですね。なのでそこにいた、例えば実は映画にちょっとスタッフさんがちょっと映ってたりとかもしてて、もう本当ちょっとそこ入ってみたいな、じゃあ今からやってみようみたいな感じで、本当になんていうのかな、奇想天外、なんか その場に私でさえ何が起こるのかわからない、現場で本当にすごい、本当に貴重な体験ができたと思います。Yes, I imagined filmmaking to be you have your script and you have your lines, but as Ms. Minami just mentioned, it is really everything on the spot. I also received this piece of paper, and it's not only director, it's the whole team. It's really spontaneous, and sometimes you even see that a team member will be with the camera and will be filmed, but anyway.それでは山下プロデューサー、これ日本公開もいずれといいますか近々なのか控えていると思いますけども、最後に、まとめていただければと思います。ありがとうございます。この映画ですね、まずアジアをはじめ世界に対して HBO という、配信の形で世界はスタートします。で、劇場の方ももちろん世界はそれを追ってやるようなことは聞いております。日本に関しましては、今ちょうどいろいろとお話をさせていただいている最中で、来年のどこかのタイミングで、こちら日本は劇場からスタートという形でやっていきたいと思っております。で、そのタイミングまた来ましたら皆さんにもぜひまたお箸を足を運んでいただいてですね、この映画を いろんな人に伝えていただければなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは、一旦 Q&A の方を開きにしたいと思います。ジェンスさん、パンチ、義足のボクサーのチームの皆さんでした。大きな拍手で、はい、We are now going to have a photo call, and the photo shoot is only for media, accredited media. パネルの角度は大丈夫でしょうか。はい、はい、ではセンターから参ります。はい、オフィシャルのカメラちょっと下目線ですね。はい、お願いします。はい、センター戻します。はい、じゃあちょっと手など振っていただいて、はい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 、では手を振ってください。はい、はい、大丈夫でしょうか。OK ですか。OK ですか。はい。はい、すいません、ちょっと通路を開けていただけますか。はい。
はい、大丈夫でしょうか。はい、OK ですね。もう一回。もう一回。もう一回。はい。はい。大丈夫ですかね。はい。今。はい、OK です。はい、ありがとうございました。TV.